じゃんということで、こちらですね、亀島パン、ジャガポテトパンだったかな。ジャガポテトって両方ジャガイモのことですね。サーディーカー、こんにちは、ノブーです。ノブー沖縄情報チャンネル始まりますということで、本日はこちらに来ていますということで、こちら沖縄銀行さんです。実はですね、こちらこの通りをまっすぐ行ったところですね、ここをまっすぐ行ったところは琉球大学なんですけど、琉球大学のすぐそばに沖縄銀行中城支店かな、こちらが新しくできました。そしてこちらの中城支店の紹介をするんではなくてですね、実はこちらができたことでオキペイっていうのが沖縄銀行あるんですけれど、こちらにも書いているオキペイがあるんですけど、こちらの界隈でですね、このオキペイが使えるところがなんと 20% 還元になるっていうことで、こちらを利用してちょっと今からパン屋さんでお昼ご飯買いたいと思いますということで、今からパン屋さんに移動したいと思いますということで、先ほども言ったまっすぐ行ったら琉球大学の東口ですね、確か東口だったと思いますが、そちらの方を行くところを右に曲がって北中城方面に向かいたいと思います。そして 20% 還元は本当にこの界隈のお店なので、この場所からそれほど遠い場所ではありません。浜寿司さん、ドラッグストア、森などありますが、もうちょっと先に行ったところです。確かこの筋を入っていけば行けたと思います。こちらを入ってですね、この目の前にちょっとした公園があるんですが、こちらを右に曲がってもうちょっと行ったところになります。こちら右に行って、右に見えるでしょうか、上りがパタメイ店のちょうどトラックが止まってるところですね。ちょっと遠いので分かりにくいかな。そちらの右側にある亀島パンになります。じゃんということで、こちらですね、亀島パンって、亀島って書いてますが、こちらのお店になります。それでは入っていきます。オキペイで 20% キャッシュバック書いてます。それでは入ります。ガチャ、戻ってきました。ちょっと買いすぎたかな、結構買ってきました。それではまずはこちらの買ってきたものをご紹介させていただきます。まずはこちらから取り出していきましょう。まずですね、こちら、この中身は何かな、これ何だったかな、商品名はほとんど覚えてないので、後で動画を見ながら、さっきちらっとお見せした店の中の商品の動画のこちらの方を僕も確認しながら、こちら商品とか値段ちょっと書いていきたいと思います。こちらの惣菜パンになります。惣菜パンが1個、そしてこっちはカレーパンですね。こっちは覚えてる。カレーパン、こちらが160円でーす。こちらと、あとこちら、ちょっと多いなと思ったんですが、娘の朝ごはん用の何だったっけ、普通のなんかロールパンみたいな感じです。こちら、そしてこちら。こちらなんかフランスパンですかね。ハード系のパンにポテトとかが入ってるんだったかな。こういったものになります。こちらも惣菜パンです。そしてあとこちら、こちらちょっと甘い系ですね。こちらメープルシロップが入ってたくるみパン、くるみメープルパンだったかな、そういったものになります。そして最後こちら、ジャガポテトパンだったかな。ジャガポテトって両方ジャガイモのことですね、ちょっと違う気がするな。こちらになります。そして最後大物じゃーんということで、こちらは食パンです。食パンですね、一応3分の1サイズ、1本サイズ、あと半分ということで、これ半分だからちょっと大きめなんですよね、多分3枚分ぐらい多いのかな。こちらサイズで言うと6枚切りぐらいでしょうか、か2、4、6、全部で8枚になってますが、半分が8枚になっている切り方になりますが、5枚切りぐらいかな、普通の食パンサイズで言うと、なんとなくそれぐらいな気もします。ちょっと四角で言うとこれちょっと小さめなんですよね、小さめな食パンな感じです。でもなかなか美味しそうです。これは朝ごはんにいただきたいと思います。ちなみにまだ焼きたてであったかいので上開いたままになってます。冷めたらこちらの針金で留めてくださいって言われましたが、だいぶ冷めてますね。
まあ、とりあえずこれは横に置いときまーす。ということでですね、こちらの2つは実はちょっと妻用なので、こちらは妻にお渡ししておきます。そして残りの3つですね、惣菜パン3つ、それではちょっと一口ずつぐらいいただいてみましょう。はい、ということで、ちょっとこれ袋邪魔ですね。こちらちなみにモスバーガーの福袋の何でしたっけ、リラックマのこちらエコバッグになります。こちら結構活用してます。こちら自分のものになりました。ということで、まずこちら惣菜パンですね、こちら食べていきましょう。ということで、しまった、さっきメニュー確認したのにもう忘れてしまった。こちらですね、デニッシュのパンですね、デニッシュパンということで、こちらが美味しそうです。結構ポロポロ取るの大変だったんですけど、こういった感じですね。ちょっと寄っていきますが、こういった雰囲気のパンになりまーす。ということで、こちらいただいてみまーす。一口。デニッシュのちょっと甘さとマヨネーズの甘さっていうんですかね。マヨネーズなかなか合いますね。そして中にベーコンとポテトかな。そして多分焼きたてなのでちょっとあったかいので、なかなか美味しいでーす。もう一口いただきます。美味しい。けどちょっとデニッシュなのでポロポロ落ちてしまいますね。それでは次行ってみたいと思います。それではこちら、こっち二つ揚げてる系だからかな。こっちもカレーパーン。こんな感じでーす。カレーパンとちなみにピロシキもあったんですが、カレーパン買ってきました。カレーパンとピロキシの違いって何なんでしょうか。僕いまいちよく分かってないんですけど、カレー味じゃないのかな、ピロキシは。それではこちら、カレーパン。いただいてみたいと思います。こちらカレーパンも160円。ちなみにさっきのデニッシュ、いくらだったかな ?150 円か160円。どっちかです。それではこちらカレーパン、いただきます。なんかポロ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 めっちゃ落ちてます。こちら結構ふわふわな感じですね。それで結構具もしっかり入ってて、中のカレーの中の具っていうんですか。野菜なのかな?そういったもの結構入ってて、なかなか美味しい感じです。これではもう一口。美味しいです。それでは最後、こちら、じゃがマヨって書いてたと思います。こちら、じゃがマヨ。でもこれもちょっと揚げてるのか?揚げてるわけじゃないか。パン粉。パンにパン粉?ということで、こちら、こんな感じですね。こういったものになります。なかなか美味しいです。美味しいです。食べてないですね。なかなか美味しそうです。それでは、いただきまーす。結構ポテト、この大きいポテトもあるんですけど、この周りも結構ポテトがかかっててっていうか、マッシュポテトみたいな感じですかね。そういったものでなかなか、なかなか美味しいでーす。どんどんいただきたいと思います。ということで、なかなか美味しいでーす。そしてこういった食べ口っていうか、この切り口もちょっと見てみたいですよね、アップで。食べながらだとちょっとそばまで、カメラのそばまで持っていけないので、こういった感じになりますね。まあなんかこういった感じで、まあ多少、まあカレーパンなんで空洞あるのは当たり前なんです。これぐらいの具のボリュームな感じですね。なかなか美味しいです。そんなに辛くないです。ちょっとピリッとする感じですが、なかなか美味しいです。そしてすいません、全部食べた後なので、食べたこんな切り口に汚い感じになってますが、ポテマヨだったかな、すいません、商品名間違ってたらちゃんと訂正しますが、こういった感じの切り口っていうか食べ口になります。これもなかなか美味しいですっていうか全部美味しいです。そしてこれがデニッシュのパンですね。なかなかこれデニッシュ、デニッシュの甘さと惣菜パンにすると美味しいですね。デニッシュの特徴なんですけど、ポロ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 これも落ちて大変です。全体的に全部ポロポロ落ちて大変な感じですが、なかなか美味しいパンです。ということでこちらがオキペイのアプリなんですが、ちょっと先ほど言った最初に言ったですね、オキペイのキャンペーンの方のご説明させていただきましょう。こちらの下のお知らせを見るとですね、ちょっとホームページとか探したんですけど、ホームページとかには全然記載がないんですね。そしてこちらの沖縄銀行からっていう内容の中城支店移転オープンキャンペーンのお知らせっていうこちらの項目を開けると書いてます。12月14日から1月末まで 20% キャッシュバックキャンペーンを行っています。中城支店界隈など52店舗でキャンペーン実施中っていうことなんですが、実はですね、開催している詳しい店舗の名前とかがないんです。なのでこの 20% キャッシュバックステッカー、先ほど動画でも映した 20% キャッシュバックのステッカーが貼られている店舗が目印っていうことで、実際
際に自分で探すしかないんですね。僕が実は把握してるのはあのお店です。今回このキャンペーンのお店をちょっと探したっていうわけではないので、今回ご紹介した亀島パンしか把握してませんが、もしキャンペーンのお店知ってる方いたら、ちょっと1月末までなので残り期間それほどありませんが、ぜひ共有していただけたら嬉しいです。ということで今回こちらがキャンペーンのお知らせでした。ということで今回中城にある亀島パンの方をご紹介させていただきました。実はですね、亀島パン那覇にもあって結構人気店なんですよね。中城店も人気ですが、那覇の方のお店も結構人気店です。同じその人気店のお店で中城店は 20% 還元になります。多分さすがに那覇は 20% キャッシュバックキャンペーンやってないと思うので、もし気になる方はぜひ中城店に行ってみてください。那覇の方はちょっと遠いかもしれません。ぜひ行ってみてください。パンも実際に食べて3個だけですが、実際に食べてご紹介させていただいたのはなかなか美味しかったです。ちょっとポロポロ落ちるのが、まあパンの特徴って言ったら特徴、まあああいった周りに揚げてるものとかがついてるので、ちょっと今回食べたのはポロポロ落ちていくものが多かったですが、美味しかったです。ぜひ亀島さん食べてみてください。値段はまあ安いっていうわけでもなく、高いっていうわけでも普通ぐらいでしょうか。今回惣菜パン系は結構150円160円がほとんどでしたね。200円以上するのはまあしっかりとしたサンドイッチとかああいったものは200円以上してると思います。そして簡単なパンですね、揚げパンみたいなのがあったりしましたが、そちらの方も確か100円だったと思います。惣菜パンほどじゃなくて、まあちょっと手の込んだものですね。ちょっと手の込んだものっていうのは変な話ですが、そういったものは100円ぐらいで売ってたのに結構お手頃かと思います。パンが好きな方はぜひ一度試してみる価値はあるんじゃないでしょうか。ぜひ行ってみてください。ということで、こちらのチャンネルでは沖縄の情報、最新情報、お得情報などをお届けさせていただいてます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サーディークラブ、バイバーイ。おはようございます。スタートです。すいませんということで、パンいただいてます。美味しいですか？うん、うん、そしてこっちも食パンいただきます。